ラマー軍は、アメリカ合衆国テキサス州に位置する軍である。2000年現在、ここの人口は48,499人である。ここの軍庁所在地は、パリスである。この軍は、テキサス共和国の第2代大統領、ミラボー・ビー・ラマーの名を取って命名された。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積2,415平方キロメートルである。 このうち2375平方キロメートルが陸地で41平方キロメートルが水地域である。総面積の1.68%は水地域となっている。2000年国勢調査に基づくラマー軍の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査で、この軍は人口48,499人、19,077世帯。 および13,468家族が暮らしている。人口密度は20平方キロメートルである。9平方キロメートルの平均的な密度に21,113件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は白人82.46%、アフリカン・アメリカンーセント、先住民セント、アジアセント。 太平洋諸島系0.02%、その他の人種1.17%、および本欠1.41%である。ここの人口の3.33%はヒスパニック、またはラテン系である。この群内の住民は26.10%が18歳未満の未成年、18歳、以上24歳以下が8.60%、25歳。 以上44歳以下が26.80%、45歳以上64歳以下が22.90%、及び65歳以上が15.60%にわたっている。中央値年齢は37歳である。女性100人ごとに対して男性は91.30人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は86.80人である。 この軍内の世帯ごとの平均的な収入は31,609ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は38,359ベイドルである。男性は35,39ベイドルに対して、女性は21,095ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人当たりの収入は1万7 0 0 0ベイドルである。人口の16.40%及び、 家族の12.80%は貧困線、以下である。全人口のうち18歳未満の22.50%及び65歳以上の14.30%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。